見える海外メルマガ。こんにちは。一般社団法人海外 GP の村松大輔です。本日はですね、皆さんの日々の習慣、どういうことをしているのか、で、どん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 その結果になってきますよっていうお話と、そこのサポートのね、お話をさせていただきます。で、例えば、 歯を毎日磨く習慣のある人と、磨く習慣がない人、えー、それがね、1年後、5年後、10年後ってこうなってたときに、つい疲れて寝てしまうといったときに、あのー、歯茎がね、どんどん弱く、歯を磨かないでやっていくと、歯茎がどんどん弱くなっていて、歯がね、えー、60歳、70歳になると歯が残ってないと。でも毎日毎日毎日こう磨く習慣がある人は、この、ずっとこう歯がね、自分の歯で丈夫でいられるというふうに、日々の習慣で、えー、1年後、5年後、10年後、30年後ってこう全然変わりますよと。で、じゃあ、 自分自身がどんな習慣を持ってますかというところで、日々祈る習慣があるのか、日々どなる習慣があるのかの1年後、5年後、10年後、30年後ってこう全然変わってきますよ。ということで、本当にこう日々のね習慣がすごく大事だと。 で、日々、どういう言葉と出会い、どういう意識でいるかっていうことを心がけての朝のスタートと、うん、心がけないままなんとなく1日スタートして、なんとなく1日終わったという結果では全然変わりますよ。で、こちらのですね、開花の公式ラインにですね、えっ、ー、と、開花始めるかな。開花発信っていうペ人生を花開くっていうチャンネルがあるんですけども、こちらの1日1回しか弾けないんですけど、 このね、えー、今日の実践っていう、ここのとこですね。これを押しますと。押すと、この A と B カードどちらか選んでくださいっていうか A、A でも B でもどちらでもいいんですけど、そうすると今日1日だけ出てくるんですけども、例えば、えー、今日の実践を心がけることが、えー、違う,違う違う、開花ウォーキングっていうのがあって、開花ウォーキング、お散歩ですね。お散歩の時に花がき麗 夕日がき麗ワンワン可愛いとフォトンを飛ばすと、あなたの道と道中が、ね、全て振動数アップっていうことで、えー、歩くときに、ね、お花綺麗だなとか、ね、あのー、道が綺麗だなとか、あのワンワン可愛いいなみたいな、いうふうな意識を飛ばしてあげると、それで自分自身の人生においてね、この綺麗ってフォトン飛ばしてるし、その道路にも綺れってフォトン飛ばしてるから、そういうふうにどん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 ね、皆さんがやることで心がけて変わりましと。 他にもです、ね、いろんな言葉があって、例えば、インターネットに感謝しよう。昔は東京から大阪に情報を届けるのに、飛脚が頑張っても3日、今はほぼ0秒で届く。本当にありがたい。そう感じながらあなたが送信した瞬間。 感謝もあなたからお相手のわいたまで全部を飛んでいくよという言葉だったりね。えー、他にもトイレで、例えばですよ、トイレで大小が出る。これは食べ物をあなたの体の中で分解吸収して全身に回して、あなたを生かしていらないものを集めた結果、でトイレに行くたんび、私の内臓ってすごいと響かせてい、ね、ると。えー、内臓がめっちゃ喜んで素晴らしい活動をするよ。 みたいな感じにですね、この日々の実践うのを、えー、つけております。で、今、えー、50個近くの言葉あるんですけど、今も、も間もなくですね、もうすぐ数をまた増強して、新しいワードも入れさせていただきますので、ぜひね、こちらの開花公式欄見ていても、こちら無料でご,ご登録できて、毎日こう無料でこう開けますので、えー、ご覧いただければと思います。で、LINE の登録方法はこちらの概要欄のところにですね、URL をクリックして、QR コード出てきたら、ピってこう読めば、えー、登録できますので、ご覧いただければと思います。 そうやって毎日毎日のね、習慣、心がけで、皆さんの人生がすごくこう変わってきますので、1週間10日ですごくこう変わってくると思います。ということで、皆さんのね、えー、人生がますます素晴らしくなるよう記念しております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。